お久しぶりです。はじめしゃちょーです。まあ一応報告動画なんですけど、はい、というわけでまず部屋を移動しました。帽子似合わんな。ホストファミリーを移動しました。動画でなんかレジデンスに移動するって言ってたと思うんですけど、来年の3月まで人がいっぱいということで、もう待てないということで2人部屋から1人部屋に移ったんですけど、まあ一応家族の人もいい人で、まあなんとか元気にやってます。まあ今日で3日目なんですけど、まあ全然ね、ホストマザーなんだろう、家族の人とも話しやすいし、まあいい感じなんじゃないかなと思ってます。でもね、ちょっとまだ様子わかんないですよ。ここで動画撮れるかどうかっていうのはもうちょっと様子見させていただきます。でもう一つ、動画って言ったと思うんですけど、カメラが壊れたんですよ。ほら、かっこいい。壊れたんですけど、今日新しいレンズが届きました。色は違うけど、もうね、アマゾン、イギリスのアマゾンで買うのもね、一苦労っすよ、本当に。でも一応なんとか新しいレンズ買えたんで、なんとか画質は綺麗になると思います、今より。というわけで、そういうちょっと軽い現状報告って感じなんですけど、まあそうですね、ちょっと最近のメインチャンネルはちょっと危険なことが多い、危険な、なんだろう、攻めの動画が多いから、ちょっとお母さんにも、お前今度こんなことしたら通報するぞとか言われて、ちょっと反省気味です。ちょっと一回落ち着きます。落ち着いて動画を撮ろうと思うんで、またよろしくお願いします。という感じです。じゃあな。もうイギリス寒いからね、帽子とか被んないとダメなんだよ。腹減ったな。